じゃあ、僕このドライカレーを食べてみようと思います。あ、海外とかに持っていくのはこれめちゃくちゃいいかもしれないです、まあ、ちょっとあの、なんですかね、この赤いんで、あの味的にこうなんか辛いんじゃなかろうかと。大好きですか。大好き。すごい。で、ちょっとそろそろなんか違ったのを食べたくて、これとか僕すごく気になってたんですよ。だから個人的に海をクリーンにするごちそう、これムール貝のオリーブオイル漬け、スモークとソフリット、レモンハーブ、まあ、3種類の味があるみたいなんで開けていこうと思います。これ結構ね、あのすごく値段は割とするんで、こんな感じで入れ物が、おお、いいですね、まあ、かっこいいですね、うん、デザインがね、やっぱちょっとこうワクワクしますよね、こういうの見たら。こんな感じです。じゃあちょっとスモークをまず開けてみましょう。あ、できました。まあこんなシンプルになってるんですけど、カルボナーラができたそうなんで、ちょっと先にカルボナーラだけ食べてみようと思います。ありがとうございます。今こんな感じですね。すごい。これあの、実は僕ね、あのこの間家で一人で夜食でこれ食べたんですよ。なのでこれ2回目なんですけど、まあここでももう一度改めて食べてみようと思います。結構ね、こんな感じでしっかりといただきます。やっぱりパスタはお米よりもインスタント食は強いです。正直お米の方が自分で炊いたお米に近い味のレベルまでいってるんですけど、これインスタントのやつってカップスープに入っているパスタっていうような感じですね。やっぱこう薄くないとおそらくこう時間がかかるんで薄くされてるんだと思います。まあ味の素とかのカップスープがあると思うんですけど、あれの中に入っているパスタがたくさん入っているっていうようなイメージです。とはいえあの味は非常に美味しいんでいいと思います。これはお米と一緒に、まあ、持って行っておけば、まあ、パスタも楽しめるっていう感じなんで。で、こちらですね、パタゴニアのムール貝オリーブオイル漬けスモーク、これ開けるんで手元お願いします。いきます。おー、どうでしょう。これすごく美味しそうじゃないですか。あ、じゃあもう3つ開けましょう。こう机の前を見られたこう整理できない男っていうのがバレるんで。あ、これはね、これがソフリット、赤ピーマンや玉ねぎのスープにクミンやタイムで味付けをし、オーガニックオリーブオイルとムール貝のエキスで仕上げた。あ、ちなみにこれ裏に書いてるんですけど、パスタに入れるなら一缶で約4人分のボリュームとたっぷりということです。なのでおそらくこれをあのパスタ4人分茹でて、それにあの混ぜたりちょっと一緒にまあ炒めるか分かんないですけど、すると4人分のパスタができるというふうに書かれています。はい、でこちらですね、これがレモンハーブ、レモンハーブ、はい、こんな感じですね。で、次この前のやつ、これは 何かな。これはワイルド速海サーモン、サーモン紅鮭をスモークして味付けをしたものみたいです。じゃあ開けて食べてみようと思います。あ、これはねこうやって 上に開いて、ちょっとじゃあ開けてみます。とりあえず開けて、食べ方は、まあ、そのままもちろんパックのままお湯で7分間温めることでより美味しくなりますと。湯煎ができるような入れ物に入ってるので、まあ、ちょっと今日はこのまま食べるんですけれども、湯煎をしても美味しいそうです。あ、すごい匂い。これはいいですか。皆さんいきますよ。すごい。これはね、そう、結構でかい。ごちそうですよね。ごちそう、これは結構なごちそうだと思います。じゃ、これをここに置いて、お、いいですね。素晴らしい BGM が今入れていただいて、じゃあこっちもですね、これも同じように開けていきます。これも出していきます。おー、これあの
すごい立派ですね。しかもなんかこの皮がこれ見ていただけば分かるんですけど、全然傷ついてないというか、やっぱかなりこうなんか品質管理をすごくしてるような気がします。じゃあちょっとあのこれをあの食べていこうと思います。じゃ あのまずこれですね、スモークを一つ食べてみます。ちょっとそのまま、すいません。うん、もうねあの本当に缶詰とは思えないような味というか、豪華な食事といっても過言ではないと思います。あのつまみとしてもそれこそ家とかでホームパーティーとかまあされる方がいたら、こう白ワインとこれを合わせると全然いいような気がします。人が来た時にもこのパッケージもおしゃれですし、全然これを出してもなんか何ら恥ずかしくないというか、いいんじゃないかと思いました。じゃあこちら違う真ん中のやつですね。うん、これはねあの同じムール貝なんですけど、インドっぽい味がします。カレーっぽい、クミンが入ってるんで、正直僕はこっちの方が好きですね。あのちょっとこう、うん、やっぱそのクミンの味が結構強いです。でこのレモン、これレモンはねもうどう考えてもうまいですよね。いただきます。うん、おいしいですねうまいですねこれ。3つのうちだと気分によるんですけど、こっちかこっちですね。このスモークかレモン、うん、パスタにするんだったら僕はこのレモンの方にして、ちょっと塩を足したいって感じですね。パスタにするとペペロンチーノみたいな感じにするとすごく美味しいかもしれないです、うん、これ非常にいいですね。じゃあちょっとこのままこのこちらのワイルド速海サーモンと、ワイルド速海サーモン一緒でしたこれを食べて味が違うっていう、こちらがレモンペッパーで、こちらがオリジナルというふうに書かれています。オリジナルパタゴニアオリジナルということで、パタゴニア、あこんな感じですね。あすごい、これちょっとこのこれをつけて、この部分をじゃあ食べてみます。いただきます。うん、なんていうのかな、これはあの鮭なんですよ鮭なんですよ、鮭なんですけど、今温めてなくて、これだけまあ柔らかくてちゃんとこう身の味が、鮭の味が、まあ、本来の味っていうか分かんないですけどするんで、ぜひねあの温めて食べるとさらに美味しいと思います。で、うん、本当にあのこれはねあの魚なんで栄養素としては非常にこう高い、まあ、タンパク質とかいっぱい入ってると思うんで、あのそういう意味ではいいかもしれないです。あの外にこれ持っていくといいですね。でこのパックをそのままあの持っていけば、全然これ湯煎して、まあ、このままこう中でほぐしながら食べたりすることもできると思います。じゃあ最後にこっちも食べてみます。オリジナル、いや ただこれね本当ね、こう皮が綺麗、めちゃくちゃ綺麗なんですよ。もう本当に傷がなくて、これがその他もそうなのかが分かんないですけど、すごいこのでかいんですかね、でかいのを使ってるからこうなるのか。オリジナル食べます。うん、まあこれ鮭なんですよ味がね、これオリーブオイルと食塩と黒糖だけしか書いてないんで、すごくシンプルなんですよね。ちょっとなんか醤油かけても美味しいかもしれないです。ただ味割としっかりしてるんで、それこそこれをほぐして炊きたてのご飯と混ぜたりしてもすごく美味しいと思います。これちょっと皆さんぜひ食べてください。ちなみにどちらが、ね、僕はオリジナルの方が好きですね。うん、なんかやっぱこうシンプルで、魚好きの人はなんかまあこっちの方が好きなんじゃないかなって気がします。うん、塩とオリーブオイルでした。塩とオリーブオイルですね。こっちがレモンペッパー。うん、臭みとも全然ない。臭みないですね。全然臭くない。こちらがこのパタゴニアの1分煮込んで9分放置するというような食べ物です。結構ねこれスパイスの匂いがすごいです。ちょっとこう楽しみですね。こんな感じでね、すごく美味しそうです。こちらがオーガニックグリーンレンティルスープ、これ2食分ですね。これスープみたいなんで、あのスプーンが今ないんですよ。いいですか、これお借りします。
ユニフレームのスプーンです。でこちらが、スパイスの効いた風味豊かな食べ応える一皿と書いていて、レンズ豆のスープですね。あの正直僕レンズ豆はあんまり好きじゃないですけど、ちょっと食べてみようと思います。これはね、あすごい。でもなんかこれ美味しそうに食べてたらかっこよくないですか、映像で。なんかそういうイメージないですか、外国の人が。すげえ映えるな。そう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 、うん、あじゃあこれをちょっと自分のについで食べてみます。これはい、じゃあこれ食べてみます。やっぱり全然美味しいんですよ。美味しいことは美味しいんですけど、やっぱこう普段食べ慣れてないじゃないですか、豆とかって。なのでまあそういう味というか、そうやっぱりこういった類の食べ物を食べ慣れてる人はからするとすごくいいのかもしれないです。ちょっと僕はまあ普段食べ慣れてないので、こういう味なんだっていうような感じですね。スパイスがちょっと効いていて、スパイスを、あこれにさらにクロススパイスを、確かに。まあ全部この味になってる。ちょっとじゃ あのどうですか、猫丸さん、これ食べてみてください。なんかぜひこう女性目線で、すごいいろいろ入ってますね、はい、かなりもういっぱい入ってるんで、クスクス、はい、どうぞどうぞ。ありがとうございます。あクスクスっていうんですかね、これは。たぶんか、そうですね、つぶつぶのパスタで、うん、すごい、いただきます。あしかもね、これね、1食につき納豆 2.6 パック分のタンパク質、あのしっかりとタンパク質が入っていて、レタス 1.4 個分の食物繊維、味噌汁 4.8 杯分の鉄分なども入っているそうです。どうですか。え、美味しいです。美味しいですか、うん、なんか栄養いっぱいって感じで、女の人は結構いいかもしれない、うんうん、あ、美容にそうな感じ、うん、そうですね、しますね。え、美味しいです。何味って言えばいいのか。これはね、もうスパイスを効かせた風味豊かなスープっていう風にしか書かれてないですね。うん、でも美味しいですこれ、うん、結構好きです、ね、あじゃあやっぱり、やっぱこう女性の方には本当にいいのかもしれないですね、うん、美容に良さそうです、このパッケージからして。カレーっぽいんですね、うん、あそうですね、ちょっとやっぱこうスパイスの、うん、香りがするんで、うん、そうインド系のね、うん、今のところ何が美味しいですか皆さん。ドライカレー。あドライカレーが一番。え、ドライカレー。あ、わかめご飯も美味しかった。あ、もう全部入れてですよ、その魚とかも入れて。サーモン、ドライカレー美味しいな。サーモンオリジナル、温めたらもっと多分。そう結構高かったです。あれ多分1個1000円以上した気がしますね。やっぱりあれだけじゃなくて付け合わせちゃんとつけて、うん、お皿で出すと、あ、いいですね。自分で作るより美味しかった。これ猫丸さん食べたことあるんですか。あ、食べたことあります。これ何なんですか。これは米軍さんが戦地とかに行った時に食べる非常食、はい、いや、チョコレートと思ったらチョコじゃなくてグミ。グミじゃないんです。グミでもなくて、うん、じゃあちょっと、おいしそう。これね、めっちゃ美味しそうに匂いしますよ。ちょっとギャップ。これは全く何か分かってないですけど、これは何なのかな。どうぞ猫丸さん、もう缶のまま行っちゃっても大丈夫ですよ、はい、銀のやつ行ってください、はい、缶のままで、はい。